2023年8月14日月曜日、えー、お盆です。台風が来てます。帰省ラッシュです。えー、っと、またなんか川遊びしてさ、誰か流されたっつってさ、その3歳だっけ ?4 歳の子供が、あのー、白鳥の浮き輪だけ見つかったんだよね、最初に。で、もうなんか死んで見つかったのが見つかったらしいんだけど、セナちゃんっていうらしいです。セナちゃんが流されちゃった。 子どもが流されているなんていうのであったらしいんですけどいやあと思うねあもう多分人間はバカになってるからこういう水難事故っていうのはどんどん増えてくるんだろうなと思うで防ぎようがないというかだから事故に遭うと思ってなくてみんな川遊びとか海行ったりとかするんだろうからで正義感だけがあって助けようとしてね二次相談したりっていうパターンもあるし。 うんしょうもないなって思ったりしますね。えー、あと、なんかニュースではハワイのニュースがやたらややってますね、山火事のニュースね。えー、どうにもなりません。あの,あのニュース見るたびに僕が思うのは、その山火事が起こるようなところに住んで、そこで観光だっつって、ハワイだから観光地だっつってやっててさ。 んでまあ、何十年も山火事もなく暮らしてた人たちだから、なめてたっていう部分もあって、ほんで、えー、今、そのアメリカのニュースをそのまま持ってきてる日本のニュースが言うところにはその、サイレンが鳴らなかったのが問題だと、80機つけてた街中のサイレンが鳴らないから、その山火事になった時に逃げ遅れた人がいて、今、犠牲者がこんだけ出たんだって。 えーと山火事が起こるようなところと、あと火山が噴火するようなところに、普通に住んでる人たちの危機管理のなさだろうって僕は思うのであの、それはバカだから死ぬよなって思う感じだね。山火事が起こるんじゃないかってってさその、一生懸命水まいたりすることもせずにさ、あ今年も暑いねなんつって、のんのんと暮らしててそのその、いろんな条件が重なってさ、山火事になってさ。 それで行方不明者が何百人ですって言ってさ、やってるあのニュース、アホくさと思ってん、で、そのニュースで、うん、その何かその原因を見つけようっていう中でさ、サイレンが鳴らなかったって言ってさあの、サイレンが鳴らなきゃ死んじゃうような人だったら死ねよって思っちゃう感じね、えー。あれはイライラしますね。なんかその、事件が起こった後に誰かのせいにしたいから、そのサイレンが鳴らなかったことをニュースにするっていうさ。 あバカなんだろうなと思ってね、えー、思いました。観光客も帰れないとかさあ、いろいろ言ってるみたいだけど、ニュース映像としてはね、あの黒焦げになった車が何十台とこう並んでさ、廃墟になってる絵はすげえなっては思いますけど、でもやっぱそ,その危険と隣り合わせのところに僕ただから僕らもその地震大国であるから、 その、地震になった時にさ、泣き叫ぶんじゃなくて、泣き叫ばなくていいような準備を今からしてたりとか、対策をするなりさ、しなきゃいけないわけで。まあ、明日は我が身なんですが、いやーと思ったね。常々、常々なんかそういう悲惨な事故が起こった時にさ、その、なんかお眉な感じで、その、その、ロサンゼルスの大地震とか、 あら、しょうがないと思うんだよ。この来ない地震のところにバーンって来て、橋が崩れたりした、えー、のは、まあ、まあ、来ない、地震が滅多に来ないところのとこだからね、対策も何もねえだろうなと思うんだけど、ハワイはもともと火山がボーンのところなんだからさ、火の対策してないっていうのが、まずおかしい話で、あれはもう舐めてんなと思うわけです。はい、何すかあ。この前、 小学校低学年の子が溺れて、それを小学校高学年の子が助けたってニュースもあった。ああ、それは何よりです。何よりですねあの。僕もだから水の事故で死んだクラスメイトとかがいるからさ。あれは、ねな、何回か話してるよね。その、あの、鼻の骨を折られることまでして助けたいじめられっ子がさ。 その後いじめっ子グループの中に入ってさ、夏休みに、そのいじめっ子グループとさあの、川遊びに行ってさ、で、そのいじめられっ子だけが溺れたって話、僕何回かしてると思うんだけど、あれは、なんだろうな、せっかく、そのいじめから助けた、殴りたかったら俺を殴れっ,つって、本当に殴られて、鼻棒で折った友達の話から、そこに関係する子がね、 うその翌年にはさ、いじめっ子グループと一緒になって遊ぶようなさ、まあ、いわゆるおもちゃみたいな感じになってさ、下っ端としてさ、その夏休みに川遊びに一緒に行くわけだよ。そしたらさ、1人だけ溺れてさ、それは多分ね、溺れてる様とか、途中までケラケラあいつらが笑ってたんだろうなっていうのも込みで、そのお葬式でおばあちゃんがね、もう、その、あー すげえ悲しかったりとかそこの,のうちの壁がこう金粉をこうつけた昔のあの土壁みたいな感じとかいろいろ覚えてるんですよで仲良くないクラスメートがみんな集まって制服着て集まってそのキモいとか言ってた女子生徒まで集まってその葬式に出てるっていうそのなんかいろんなものを含めてねその水関係の事故はねなんつうかなあの僕自身の体験も相まってですね 水の事故で死んじまう人は死んじまえって思ったりするんです。助けた話も美談ではあるけど、でも教え的にはさ、そのあの消防の人とかプロが来るまでは絶対にその,の、あの、水に飛び込んで助けないようにしましょうみたいなのが今の教えだったりするわけじゃん。二次遭難になるから。で もしペットボトルとかがあったら少しだけ水を入れて、あの、溺れてる人のところに投げてあげましょうなんつってさ。そうするとそのペットボトルに入った空気分だけ浮き袋になるから。なんかうそしてあげてくださいみたいなこと言われるわけで。なかなって思うの。で、でもやっぱその危機感がなかったり、自分は死なないと。あと守られてて、死なないと思ってる人は、その、 何が危険かもわかんないで川の中入って流されちゃうわけだからやっぱり知識不足とか経験不足なんだろうなって思うわけですうー僕も川遊びしなかったわけじゃないしうー海で痛い目にもあったからね海だーっつって初めての初めての海っていうか夏休みでその親戚と一緒に旅行に行って でぼ、僕んちは、両親がその忙しいっていうか仕事ばっかりしてる人だったから、僕は親戚に預けられて夏休みとかね、その海とか夏祭りとか映画に行くとか、そのか家族で行くんじゃなくて、親戚に預けられて、親戚の,その夏休み行事に混ぜてもらうって形で、海の家に泊まったりとかあー、海の家っていうか民宿に泊まったりとかっていうのが。 その子供時代の思い出だったりするんだけどありがたいなと思うんだけど海に行ってさわーっつって海ではしゃいでさ海だーって,って走って行ったらさ転んでさ転んだ先のところにさ海があってねかきあげこう海があってさ砂浜があってさえーっつって小学校2年生ですよ海だーっつってわーって走って行ったらさここで転んでさ 転んだ先に、ちょうど砂浜だらけのところに、一個だけここに、あの、その波打ち際のここに岩がある。この、あの、海独特のの、ささくれた岩が。<laughs> 水で削られてるあの、ささくれ岩にさ、バーンって、この、ちょうどヒットしてさ、バシャーンっ,つって。そしたらもう僕の、僕はもうあれですよ。えー 体のここに、その岩ですりむいたさ <laughs> その、胸板が全部その、大根おろしみたいなので、ね、ガリガリってやられたみたいなさ、縦の傷がいっぱい入ってさ、それでもうそこに塩水が染みると痛くてしょうがないから、もうそこから海入んない。<laughs> 悲しい、悲しい小学2年生の,その海での思い出になるわけだけど。 でも、流されて置きに行くとかさそ、そこまでのところになる前に僕はこのはしゃいだバカやって自分がこんなことになったってことであ,のあんまはしゃがないようにしようってここで覚えるわけだよね。だからこ,このし小さな失敗が今、みんなさせてもらえないから過保護になっていくか,から取り返しのつかないところになるまで危機感を持たないまま子供が。 その自然の中で遊ぶとかね、山ん中入ってって迷子になるとかね、えー。っていうことなんじゃないかなと思う。だから僕はラッキーだと思うの。その逆に言えば <laughs> そ、その夏中、そのすりむいた、その真っ赤にすりむいたさ、胸元で悲しい夏休みを過ごすと、えー、夏があったとしても、それがあったから僕は無茶をしないこだん、になったんだろうから。 だからこれがなければもっと傍若無人な中学校ぐらいで僕もどっかの海で溺れ死んだりとかさタコ八郎みたいにさ帰ってこない人になってたかもしれないわけですよだからのしょうがないよなって思うかこれはもう過去語が呼び起こした危機感のなさであるからだからあのいろいろ子供から守るんだとかさその女性をレイプから守るんだとかって言ってるけどその手前で 増長してしまう子供の心配もやっぱり同じようにした方がいいと思うんだよね。自己防衛ができないんだから、その知識がないとか経験がないってことは。うん。だからい、多少痛い目を見る、死なない程度の痛い目見る経験なんていうのは、自然にぶん殴られる経験はやった方が、いや、でもそれはあえて起こす経験ではないので、自己的なものなんだけど、でも、 そうでない人がやっぱり、なんだろうな、4歳とか5歳まで大事に育てられたからこそ、なんとなしに流されて、えー、白鳥の、だから白鳥のその、浮き袋を買ってもらえるぐらいの人たちは、やっぱり、だいぶ家方に育てられてんじゃねえかなと思うわけです。普通の浮き袋じゃなくて、しゃれてるやつね。海だったら、あの、サメ、サメとか、 イルカの浮き袋みたいなさ、今あるのかどうかわかんないけど、バナナボートにどうしても乗りたい人とかさ、ああいう人が事故を起こすんじゃねえかな、なんていうのを思いました。かわいそうって思うのは、それは誰でも思えるから、こういうのを起こさないためにはどうするかっていうので、一つそこかな、なんていうふうに思います。まあでも、そういうふうに危機感がある人だったら泥棒に入られてないわけですから、 <laughs> アーマードコア6が買えないぐらいに損をしてしまうメンバーさんですから泥棒入られて損,損しちゃう人だからね人のことは言えないわけですけどそういう意味では僕はその泥棒とか悪いこととか詐欺とか闇バイトとかに対して免疫がないだろうなとは思ったり。 世の中悪い人がいるなぁとは思うんですけど、人のものをそう、ね、泥棒したりとかね、会社の金を横領したりとかね、あの何びっくりしたんだけど、静岡の,あの歩行者天国に車で突っ込んでって、ね、逮捕された人がいるんだって、いやー、秋葉原殺傷時間見みたいだなと思ったんだけど。 その理由が、彼女と別れ話かなんかしてて、むしゃくしゃしてて、誰でもいいから引き殺したかったって言ってんだよね。で、それが防犯カメラに映ってて、人がこうなぎ倒されてく映像が映ってんのね。で、白い車でわーって突っ込んでって、男の人がなんかテーブルごと吹っ飛ばされてさ、その後車が止まってさ、 止まった車の運転席から、白いシャツ着た、その、ちょっと、スラッとした若者が出てきてさ、何事もなかったかのようにさ、歩道の方にさ、こう流れていく感じのさ、何かあったんですかみたいな。僕何にも知りません <laughs> みたいな感じで、スーって歩いて行ったけど、いや、お前ちょっと待てっつってさ、その、歩行者天国にいたおじさんにさ、捕まえられてさ、 それで、あの、捕まる瞬間はもう無気力になっててさ、あの、逆に警察の人に心配してさ、あの、立てますみたいなこと言われて、<laughs> えー、殺人容疑がなんかで捕まったんだけど、いや、もう末だなと思ってね。なんでそんなこ個人的理由のことにさ、他人が巻き込まれることなんかないわけじゃん。あの、だからもう、その、 今まではそのストーカー行為であるとかさ、男女の中のもつれみたいなのでさ、その、交際相手の女性が殺されたとかいうニュースはあってもさ、もう今違うんだよ。その交際してる人がまず原因で、そのイライラを全く違う人にぶつけられるっていうさ、狂った人が生きてる世の中だから、どうしようもないんだよ、こんなん。笑,笑っちゃったんだよ。 いやでも、こんな笑っちゃう、悪いことをする、したり、無責任なことをしたり、これから中国人の観光客が来て、中国人の観光客は、セミを食べる文化があるから、日本の公園で泣いてるセミを、とにかく手当たり次第に取って焼いてく、みたいな。セミを取らないでください、看板が出るとかっていう。そんなんだから。いやー、と思うね。 だからさそういうので分かり合えないんだってその国の文化が違う人とかさクルド人が暴れたとかさあのこれからどんどんその外国人入ってくるらしいですけどあのもうもうかる、まあ、それでも自分の国よりはマシだと思って日本に来るんだろうけどだけどそのなんだその例にならえじゃなくて何だっけ合に行っては合に従えっつうことが。 外人はできないから、自分たちの宗教とか、自分たちの価値観は変えたくない。ね。もしくは自分たちの国のプライドを持ちながらさ、それでフランスとか行って差別とかされたりしてさ、その反動でなんかね、テロとか犯罪を起こすみたいなことをさ、同じように日本だってあるわけだよ。日本人は韓国人とか差別するわけでさ、その、まずそういう人たちなわけだから、うんその、 イスラム圏の人たちが来たらさ、もう、なんだろう、大事になんかされないわけじゃん。ね、もう日本に来たなら仏教に宗教外資ろまでのことまで言われるわけですよ。それに耐えかんねってさあ、あのー、日本人殺したとかさ、暴力振るったとかさ、あ,あと、もしくは就労ビザ切れてるのにまだ日本にいるとかね。えー、そんなことばっかりしててさ、俺たち大切にしろなんてことはないわけですよ。あ 分かり合えないんだから元から分かり合えないんだから入れなきゃいいだけの話なのにその安い労働力が欲しい人はねいろいろ理屈をつけてね <laughs> それもバレると奴隷扱いだとかつってまた会社が責められるんだけど、ね、いやーと思うよねなんかそう,そういう歪みというかねあ まして日本はもう何,何,何にも儲けられない国だからさ、その人を騙して詐欺みたいなことしたりとか、信仰宗教を作ってその金持ちから金巻き上げるとか、そういうことはまだできるけど、新しい産業を起こしてどうこうってことはできないわけですよ。もう車もね、そのガソリンエンジンで走る車側がダメだよって世界中で言われてる中でさ、トヨタがどうなるかわからんわけですよ。 IT の分野でも遅れてるしっていうことで,でおか、ね、なんか IT で新しい商売考えつくと、そらもうなんか憲法違反だとか法律違反だってってすぐ捕まるしさ。<laughs> 日本でやれることなんかもう何もないのに、その日本よりも貧しいと言われてるう国からさタ、タイとかフィリピンとかさ、その辺から来るっていうさ、 それは来てもいいけどさ、日本に来たところで何にもないんだぜって、自分の国よりはマシだと思って来てんだろうけど、マシなことなんかログ、もうどんどんその、昔は美味しかったかもしれないけど、今は何にも美味しくないんだよっていうさ、あのさ、なんかわかんないんですよね。まあでも、なんかその、今観光立国になろうとしてる日本でもあるからさ、じゃあ観光ビジネスで一発みたいなのとかさ、 あー思ってるところもあるだろうけどさ、呼べば呼ぶほどその観光地は汚れるしさ、その世界遺産に登録されたところに落書きはされるしさ、あの、その、来るお客さんなんかみんなお行儀がいいわけがないんだから、富士山の弾丸登山だっけ夜に一気に頂上まで行くんだっつってさいやいや、それで具合悪くなってさ、助けてくださいとかっていうようなアホしか来ないんだから。 うん、そんなの相手にしてさ、マイナスしかないわけじゃん。資源はどんどん汚れていくしさ、その遊び感覚でその観光に来たやつらは空き缶とか空き瓶とか、ボン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 山の中に捨てるんだしさいやあの、それはもう捨てないでくださいって、お願いしたって捨てるんだから、うん、そいつらはそいつらのルールで動いてるし、観光だって思ってきてるわけだから、観光だから、 その汚さないようにしようなんて日本人だってそのよそに行ったらんだっけ旅の恥は書き捨てみたいな感じでやるわけであ,あなたがしなくても周りの人がするんですよあそんな救いようのない世界の中でさ仲良くなんかどうせできしないんだからさあのー、ねお,おとなしくおとなしく観光でどうに儲けようなんて考えなきゃいいんだよ それはもうつくづくそう思うね。なんか外人がやたらと日本に来てるらしいけど、今はブームで来てるらしいけど、そんなのブームで来てるだけだから、もうドバイにも今人集まんなくなってるらしいじゃん。あの、ね、あ,あれも観光地としてでかいビル建ててドーンってやろうとしたけど、結局その万博以降どんどんそのコロナの関係もあって人が集まんなくなってきてると。で、ドバイに金集めるぐらいだったら、あそこ、もう,もうちょっと東の、あの、 マーライオンがあるところ。えー、っと、シンガポール。シンガポールにお金集めた方がいいよねって言って、今、シンガポールの方がドバイよりも儲かってたりとかするわけ。日本人の YouTuber もなんか引っ越したりとかするわけ。うん、そんなもんなんだって。なかシンガポールもまた、シンガポール神話もいつかなくなるんだろうなと思うんですけど、うん、そんなブームの中でさ、観光地でさ、今まで良しとされてたり、綺麗だったりしたものが、 結局、その観光者に汚されてさ、その、10年も経たないうちに、その観光地が下手すりゃ火事とかで、丸ごとなくなって、京都とか丸焼けになっちゃう可能性だって、首里城焼けたんだから、沖縄の。もう忘れてるかもしれないけど。あーなんかそんなのもあったりとかしてね、どうかなーなんていうふうに思ったりもします。はい、えー、ニュースは見ない方がいいね。どうせ都合のいいニュースしか流さないんだから。ジャニーズのニュースはもう忘れられたんだから。 <laughs> 性的なんとかも、ほんと喉元すぎればだし、日大麻薬問題ももう、はい、一段落しましたよ、ってなったらしいからさ、まあいいんじゃないのって思うんですけど、そんなんでも信用なくなるとかじゃなくて、みんなは3日経ったらそんな腹立たしいニュースなんかも忘れるんだし、僕も忘れるんだし、それでいいんだと思うんだけど、だからもう付き合ってらんないよね <laughs>。 変なニュースをさあ、ね、あのディズニーのなんかがあればディズニーのニュースやるしジブリのニュースやるんだったらジブリをやるしさ全部金に関わってて金になりそうなニュースをやるわけですよあ,あれはもう本当すごいなと思うねなんかもうコロナが終わって今なんだっけフジロックとか なんとかロックとかっつうのでフェスをやったりとかさするわけでさあ,あのフェスに誰々が出ましたみたいなとかね、えー、やるっつうバカじゃなと思ってまあでも何でも流行だからね歌謡曲が流行ったり 僕らが子供の時にピンクレディとか、あの、チェッカーズとかが流行ったのだって、あれは流行なわけでさ、歌謡曲が流行るとか、歌番組が流行ってるっていうので、それが、その当時の若者の心をつかんだということであって。んで、ね、歌謡番、歌番組がなくなるとかさ、お笑いブームが来るとかさ、いろんなことがあって今になってるわけだけど、 こんな聞く価値のある歌なんかないんだから。<laughs> 昔から。なんだっけな。あ何の歌聞いたんだっけ昭和歌謡のね、ミひラりのあの歌をね、誰かが歌ってたんだよ。おばさんがあ。それがね、結局その歌詞を書く人がすごいおじいさんだから、 なんかもう人生の黄昏みたいな歌なんだよ。それを美空ひばりが歌うっていうそのアンバランスというか、うなんだけどさ、まあ、今はさ、もう若者が若者の歌を歌うし、じじいがじじいの歌,うわけ歌を歌うわけですよ。なんでこんなにかわいいのかよってって孫の歌を歌うじいさんとさ、夜遊びみたいなさ、あのー、その若者の感性でわ、あと、あとうっせーわとかさ、 <laughs> 特定の世代の人が上の人に思う <laughs>、ほっといてくれみたいな歌とかさ、うっせーわとか大嫌いなんですけど、今そうなってるから、いわゆるじじいの歌を若い人が歌うとかさ、ないわけですよ。作曲と作詞の人が別れててさ、作詞家の人がねそのその時思ってたようなことをさ、 そんなことを思いもしない年齢の美空ひばりに歌わせるっていうさ、当時の、うん。がないわけで。ああ、なるほどなって思ったんですよ。自熟性歌だなと思ったら、そうだ、そうだ <laughs>。この頃には先生って言われてる、その当時40、50の人が、その歌謡曲の歌詞書いてたんだとかっていうのがあって。あのーね、ね。そういうおかしな時代に生まれてるから、今の歌とか。 文化とかが、どうせ僕には分かるわけもないっていうのもあるんだけど。はい。えー、巨大、違う。日大アメフト部無期限活動停止がわずか、そうそうそう、わずかいつかで解除される時点で、目が腐ってる。まあでも日大って私立の大学なんでしょで、金持ってるやつが、その、大学作ればより金が儲かるぞ、つって。 誰でも彼でも金になるってって、生徒を集めた結果そういうことなんだから、あの <laughs>、そ、それでいいんじゃないのっていうさあ、どうぞどうぞっていう。で、まあその、大学に入るメリットとして、その、卒業した人がこんな立派な人でありましたよとかさ、創業者こんな立派な人ですよとかっていうので、今までやってきたもので。だけど、 結局、そういうのも伝統として、さ、大学が何百年も続くっていう中で腐るのは当然でさ。だって、その、もうシステムそのものが、その、そういう悪を生み出すものになってるわけだから。で、一人でも多く生徒を、生徒から学費を取れば儲かるっていうようなシステムにしちゃってんだから。で、それを許してるわけだから、まあそうなるよねって思いますよ <laughs>。 国立大学はまた違うだろうけど、私立の大学なんて、そんなもんなんだから。だからね、ニコニコも N 校なんつってやってるけど、あれも金になるからやってるわけで <laughs> あの、いい形の学校とか教室とかあんま使わなくていいさ、インターネットの授業で自宅からでもその授業受けられますよみたいなことを、いち早くやってて N 校すごいみたいなことになってるけど、 あれ金儲けでやってんだからな。あの <laughs> 金にならなきゃ誰も学校なんかやらないんだ。プラスになるからやってんだ。だから,そだから学校とか資格とかなんか本当はなくたっていいんですよ。その有能な人は勝手に勉強するんだから。これが真理だなと思うんだけど、勉強好きな人はほっといたって勉強するんだ。あの <laughs> 学校が嫌だとかテストが嫌だとか勉強がつまんないっつんだったらお前らは勉強しなくていいよって僕は思うんだよ。あのね、もう学生さんとかテストが嫌で嫌でしょうがないでしょ遊びたかったりするの遊べばいいんだよ。<laughs> そんな嫌な思いまでしてさ、勉強してテストでさ、赤点取らないように生活するなんてくだらないんだからさ、勉強好きな人だけ勉強すりゃいいんだよって思うんだよね。 だけど、そうじゃなくて、今、義務教育でね有、有能な人から無能な人まで一緒の箱に入れられてさ、6年なら6年、3年なら3年、同じところに通わされてさ、もうこの勉強飽きたっていうさ、その飽きたはさ、つまんなくて飽きたのと、もうそこから学ぶことがないから新しいことを教えてくれっていうさ、2つに分けられるんだけどさ。 絶対にその飛び抜けた人は飛び抜けられない構造になってっから、日本のその学校とか教育っていうものは。で、そ,そんな中でさ、だらだらやってる奴らがさ、金がある奴らがさ、日大とかに入るんだからさ、そらそうなるよって思いますようんでで。大学が頭がいい人が欲しいとかー、スポーツできる人が欲しいっていうのはさ、その大学の広告になるから入って欲しいわけで。 だからスポーツ特裁生とかがあるわけで。もうあのスポーツ特裁生の意味もわかんないんだよ。長島が雄げおが大卒だってうのもおかしな話でさ。あ野球だけできるからその、ね、いろいろ学校の勉強をすっ飛ばしてさ。英語も、ね、英語の成績が1だった長島茂雄げおがさ、あの大学行けんだからさ。芸能人だってだけで早稲田に入れちゃうんだからさ。あね、特別枠っつってさ。 勉強できないのに入れちゃう,っていう早稲田入った結果んですかあの私の中に入ってきてありがとうっつって手緑色の手紙を書いて <laughs> ど,どうにかになった人とかさ意味なんかないんだよ大学なんか行ったって。っていうことに誰も気づかないし会社で、ね、面接してその社員として取る時にはやっぱり学歴があった方がいいっていうことでそれで取ってるわけだけど。 結局は意味ないんだよな、ね、その大学で何を研究したとか、何を学んだとか関係ないからさ、とにかく大学で F ランじゃなくてさ、A ランクの大学でだって、なんでも大学って言ったって、ら世界のレベルで見たら東大だってあれだろ、ベスト10に入んないんだろ、あの <laughs> じゃあ別にハーバードとかマサチューセッツ中高科大学とかでいいんじゃねっていうふうになるわけです。 アホ臭って思うよね。頭がいいってなんだろうなとか思うけど、結局大学行ってても頭悪い奴は悪いし、麻薬やる奴やはやるし、えー、そもそもスポーツのアメフトのタックル問題っていうのの悪質なところはさ、スポーツという場においてさ、その後ろからタックルかましてあいつを試合に出れなくしようぜっていうさ、 あのスポーツとしてあるまじきなわけじゃん。あのね、それが戦争とかで勝つんだ、勝たないんだってなったら、それは相手の選手を殺せばいいしさ。っていうか、そもそも試合する前に毒でも持って、相手の選手全員殺しちゃえばいいじゃんって話で、あのその日大タックル問題って詰まるところそこだからさ。だからじ出場するアメフトチームが日大出身のチームしかなければさ、あの優勝するんだからさ。他のの高校が謎の 謎の部活に参加してる人みんな死んだみたいなさ、みんな病気になったとかさ、大会の時にみんな病院にあ入って全部不戦勝で優勝しましたで、ね、いいんだからさ、あの、なんだろうな、一生懸命その走り込みをしたりとかあ、パスの練習をしたりする意味もないんですよ。あの、あの後ろからタックルをかまして、向こうのその選手を、 ね、病院送りにしろみたいなその指示をさするコーチもコーチだしさあのそれを分かりましたって言ってさその実行する生徒も生徒なわけですよでその事件がもう明るみに出た時点でああ日大はダメだなと思って誰も日大に入学したくないですっていうふうにすればいいだけの話なんだけど、うん、受講者は減ってもその定員割れになるほど日大は 落ちぶれてないわけですよねあの <laughs> やっぱり日大に入ることで何かメリットがあるだろうとか東大に入れなかった人が日大に入りましたっていうね滑り止めで入りましたでも何でもいいけどそ,それでよしってしてる人のためにその学校があるわけだからそこで大麻を吸おうが何しようがっていうのはやっぱもんじゃねえのと思ったりとかします <laughs> あの許されないから許すなとかじゃなくて、ね。 なぜみんなそれが、ああ、これはダメな学校なんだな、つって、何年経ってもダメなんだなとか、むしろそのタックル問題から4年、5年経ってさ、生徒も入れ替わった状態だとさ、その,その過去の過ちみたいなものは、生徒にとっても関係はないしさ、あの <laughs> 4年経ったら入れ替わるんだから、先輩も後輩もなか入れ替わってんだから、過去にこんなことがあったっつったって、俺たちは違芸しっつって、麻薬を、対面を吸うわけだから。 で、それを隠蔽もするわけだし、しょうがないよって思ったりしてね。あの、だからそ、そんなもん信用しないんですって言うだけでいいんじゃねえのって思うんだけど、その、今度はアパンマンショップの話になるけどさ、アパンマンショップでいいんだっけえー、っと、北海道で、なんか、アパンマンショップのお店が大爆発してテロなんじゃねえかななんて思ったけど、実はなんか、 その部屋の消臭剤だっけな、なんだっけ、なんかのスプレー缶のガス抜きをシューってやってて、ほんでなんか、なんかの弾みで引火して、ボーンってなったってニュースあの、覚えてる人いますかね、あれ、アパンマンショップでよかったんですかね、あれでアパンマンショップなくなるのかなと思ったけど、今、平気でそのテレビの CM も打ってるしさ、あのあ、アパンマンショップってまだやってんだって思う感じのさ。 まだ仕事としてできてるんだって、不動産は強いなって思う部分とかもあるんだけど、その、あれ、アパンマンショップでいいんだっけあのなんかさ、あったんだよ、そんな、スプレー缶ーをシューってやってあの、捨てるためにシューってやってたやつが、ガスが溜まって引火したって言われたあのニュース、本当かって思うやつが、本当かって思うようなアホなニュースだからさ。 それですいませんでしたって、やっぱ何年か経つとさ、もうみんな忘れてるしさ、どうでもいいやと思ってるってことだから、みんなそんなもんなんだよ。コロナもどうでもいいやっつって、もう忘れて、今もうマスクするやつなんかいない。台風が来るっつってもさ、その、お祭りどうしようかっつってさ、ギリギリまで決めないみたいなさあの。もう台風来るっつってんだから、もう祭りも何も、だってもう電車も止まるんだろ、明日。 あの新幹線が名古屋と大阪間が止まるんだっけ、終日。もうそこまでなってんだから、もうお祭りしてもしょうがねえなとかさあの、ならねえんだね、もうみんなが麻痺しちゃってるから、もうずっとコロナでずっと閉じこもってたのもあるしさ、せっかく、せっかくコロナが終わってとかって終わってないんですよ。うん 終わってないのに終わったってことにしてみんなマスク外してのんのんとしてる。ね。うん、でもうかからない病気だってってね。10人に1人しか死なない病気だからそれはいいだろうって,って、うん。その判断もね。その判断するんだったらさ、最初からそうしとけよって話でさ。あーでも正体が知らないコロナの病気がね、あもしかしたら蔓延して、バカみたいなパンデミックになるかもしらんというふうに恐怖心に駆られてそして。 えー、志村健が死にいですよ名古屋でコロナにかかった人があのあの飲み屋に飲みに行ってそのまま悪化して死に、えー、そ,のその飲み屋で移された人もコロナにかかりっていうようなことがまず手始めにあってさで豪華客船が封じられてさ。 っってていうのがあってさでそれも全部忘れてるし、そこでどういうふうに自分たちがだまされたかとか、情報操作をされたとかさ、あのーね、マスクをなんでつけなきゃいけないかっていうことをさ納得いく説明もしないまんまみんなマスクが必要だねってってトイレットペーパー足りないねってってさ、あのー、メルカリでマスクがバカみたいに高く売られて、あとワクチンができたときにみんなが殺到するとか。 あそういうことになるんだ。それは何かって言うと、全部情報にこう踊らされてるわけで、一刻も早く打たなきゃって,ってあ。だから、一日中なんかパソコンとかスマホに貼り付いて、その抽選ももらえるまでアクセスするとかさ、アクセスができないからずっとう一日無駄にしたとかさ、やっぱそんなことになるわけでさ <laughs>。人間はバカなんだなっていうふうに。 最初からもうバカなんだからしょうがないじゃんって、えーで。こんな奴らは生きてただってしょうがないじゃんってやっぱ思うから。僕はみんな死んだ方がいいと思うんだけどね、えー。なかなか死にませんね。僕も死なないし。というわけでロシアの話。まあ今日本も国防だなんだっつってね、やってたりとかしますけど、麻生さんが怒られて、中国からはなんだっけ えー、身の程知らずって,言って怒られて、北朝鮮からは猛言やろうって言われたんだっけ <laughs> <と> <laughs> ええー、笑っちゃうなと思うんだけど。だから、ウクライナとロシアの戦争は終わらんね。うん。なんだろう。ロシアの理由としては、まあ、もともとソ連のものだったから、ソ連のものは俺のものだし、 ウクライナの土地をちょっとずつクリミア、2014年のク,クリミア半島からずっとさ、ちょっとずつ侵攻してって、それで今回の戦争のきっかけはさ、ロシアの言い分としてはさ、ウクライナの土地に住んでる、もしそのこの接してる面積にいるロシアが迫,ら迫害されてる。これだね。 そのウクライナに面してる、もしくはウクライナの土地で商売してたりするロシア人が迫害されてるから、それを解放するんだってって、だからウクライナにその、まあ、戦争を仕掛けるじゃないけどさ、戦争を仕掛けるとは言ってないんだけど、軍事侵攻する理由がこれだからさ、解放なわけですは解放って思うわけ。 で、その原点にあるのは、ソ連時代に、このねそそ、ソビエト連邦というさ、あのユーラシア大陸のところで、共,共産主義を信じて、えー、みんながそこに参加していた国がさそそ、ソビエト連邦なわけですから、いろんな国がこう連合になって、良、えー、き暮らしになりましょうっていうんで、そ,その時にウクライナもさ、その原発もあるしさ、うん ロシアのためにじゃなくソ、ソ連のためにウクライナもそこに参加してたという経緯があって、それがあのロシアの民主化とゴル,ゴ,ルゴルビーのせいなんですが、あのこう国が分かれたわけソ、ソビエト連邦じゃなくなったわけです。で、ウクライナはウクライナで自分たちの国でやれることをやろうとか、あのもうそのロ,ロシアに頼らないような生き方をしようとかさ、もともと貧乏な国なんだけど、その その中にやってさ、別にウクライナが別に独立したって、もうどうせソ連は戻らないんだから。だけど、ロシアはソ連の夢をまだ捨ててないから、プーチンがソ連の夢を捨ててないから、あの脱退しますっていう人を何をつってこう首根っこ捕まえるためにやってるわけだあ、だからウクライナはウクライナで、その今日の戦争があるのはその、ソ連に参加してたっていうことがまず、あの まあ不的にあるわけですよあのお前もともと俺らとダチだったじゃねえかよっってだから独立を許されないんだよねロシア側からするとウクライナはね仲良くやろうっていうのはないでその最初のこ小コゼリアのクリミア半島があってさでこれがロシアのものになりましたってでそれを世界が黙って見てたっていうのがあってさ誰も問題にしないままさクリミア半島の戦闘がたまにニュースではされるけどっていう でそれ、それに気を良くしてロシアがまたこれを言、ね、いい訳に戦争を仕掛けるわけだ。戦争というかね、戦車でわーって言ってさあの。その、まずこの戦争のおかしいところはさ、その、ロシアの、ロシア人が迫害されてるっていう、じゃあ、その、面してる国だけ取りゃいいのに、国っていうか地区だけさ、攻めりゃいいのにさ、なぜかキエフまで行ったじゃん。あの、<laughs> あれがおかしな話でさ。あ、あとなんか、辞書の、辞書の文字だっけ日本が発行してる地図で、完全にキエフとか、ロシア語の、あの、ロシア語を元にしたその土地の名前が完全に消されるんだってね。2027年だっけにはもう完全になくなるそうです。いやーと思って、言葉がかいと思ったりとかします。ガンダムが、 ガン,ムガンダムがリメイクされたらもうキエフは消えるんだなっていう。戦いの舞台そのものも変わってしまうかもしれない。オデッサか。ああおオデッサ作戦がなくなる。オデーサ作戦になるんですうわと思ってねああ。すごいなと思うよ。でも結局そういうもんでさ、ウクライナには攻められるだけの理由もあるんだけど、それも不当な攻められ方だなとも思うんだけど。 だからまあウクライナ負けんなよって武器とか送られるんだけど、でも兵隊直接送られたりとか全面戦争にはならないしさ、これ,これを巻き込んだ世界大戦にはならないわけですよ。でもこれを言い訳に今、物価が上昇してるわけですよ。燃料高騰とか、あー小麦の高騰とかで、バカみたいなあ生活になってるわけわ。まるで日本の第一次大戦始まる前見ていた,たいだなと思ったりするわけですが、 いやーこれ絶対判断間違ってまた戦争に巻き込まれるんだなと思ってさ。巻き込まれるのが嫌だとかじゃなくてもうこ、今回の件に関しては僕、ロシアがなくなれば解決じゃんって話でさ。大国だって言われてるロシアの領土をみんなで分取っていけばいいだけの話じゃんっていうさ。首都のモスクワだけ残してさ、モスクワ以外はもう全部、 他の国の土地にするぐらいにあそこで戦争で領土取ってきゃいいじゃんって話で,すよであの東側はもうアメリカと日本が取ればいいじゃん。日本はもう北方四島取れればいいですぐらいにしてさ、あの、アメリカの後押しだけしてりゃいいんですよ。ほんで、西側はヨーロッパなり何なりが取ってさ、で、中国もそこに参戦して俺らに土地を越せつってどうせなってくるんだからさ。なるべく中国に土地を越さないようにヨーロッパがロ,ロシアの 途中攻めていけいんですよナポレオンの再来でやっていけばいいんですよ。で、ロシアが国としては残ってるけども、もう国としては、もうなんかモ,モナコぐらいのちっちゃな国になってるば悪いこと考えないんだから、そうすりゃいいじゃんって思うんだけど、誰もそんなことしないね。<laughs> 核を撃たれたら困るからっていうのとか、うん、それこそロシアに戦争を仕掛ける他の国がいるとしたら、それを理由にして中国が。 あその戦争する言い訳というか、あの理由づけにもなるから、動けないというのもあるんだけど、でも今のまんまだと、本当にたまに、たまにそのロシアがさ、発作的に戦争を仕掛けるっていう、アホだから戦争を仕掛けるということがなくならないわけで、ロシアと、あとなんだっけ、あの独裁国家のほらあのプ、プルチエンコじゃなくて、あのあのワグネルの偉い人が、 今そこにいるよみたいな。ブルガリアじゃなくて。ね。あそこ。に、あそことロシアはもう完全にのっとっと、土地を取り上げちゃえばいいだけの話じゃんと思うんだけど。まあみんなそれをしないね。まあ人道的じゃないとか。戦争は何も生み出さないみたいなものも建前で。えー、偉い人が今そういう風な思想の人ばっかりだからあーの、なるべく早く戦争を終わらして、 世界が安定すればいいだけの話だから、誰もでもそれをしないんだよなと思って、ね、バカなんだなと思ったりとかしてます。<laughs> あの、まあ結局はそれはリスクがあるから、戦争をするとね。勝ちはいいけど、負けたら責任取らなきゃいけないしさ。あまあ負けるリスクを考えると、どなんだろうけど、なんだろうなって思いますよね。<laughs> でも戦争は金にならないとは言いながら、やっぱり今戦争で、戦争ということで利権を取ってる人たちもいるので、まあ早くそういう利権が終わればいいのにって話なんだけど、まあでも日本は戦争できないしな。あー戦争できないっていうか、日本は戦争が下手なんだよあ。あと多分部下の行動とか把握できない。しょうがない。楽天だっては部下の悪いことしたの把握できないんだから。 ああの楽天レベルでできないんだったら、国の軍事なんか余計にできねえんだろうと思うから、あと今、今の日本で国のために戦うんだっていう人がいないと思うから、僕も含めて、あみんなもうやばくなったらすぐ逃げ出せるようにもしてするだろうしさ、今だったらさ、お国のためになんていうことを信じてる人はいないわけで。 まあ、そ、そんな国は戦争しない方がいいなと思うんだよ、結局は。一枚岩じゃないし、うーん愛国心もないしっていうところだからね。だから巻き込まれないのが一番なんだけど、今こういうのが起こってて、もう2年解決しないってとこまで来てるわけですよ。ああ、ほんで、ロシアはロシアで、何今ドローンが飛んできて街中に落ちたとかっつってっけど。<laughs> 嘘ばっかつくからロシア信じてもらえないんだよね。 <laughs> どうせ自分どこで飛ばしたんだろうってに言われるという。<laughs> あまあ、しょうがないよね。嘘ばっかついてそ、北方領土も返さないようなとこですから、あのていうか、分断って返さないどこだから、でも、日本は日本で変な戦争を仕掛けたりとか、陸軍が暴走したりとか、あ <laughs> した結果だから、しょうがない。引くに引けなくなったりとか。 責任取る偉い人が結局は責任を取らなかったからね。うんまあ取らなかった結果高度経済成長の日本も生まれたっちゃ生まれたんだけど。うん、まあまあなぁと思った、ね。で今ほら8月15日の終戦記念日を前にやっぱり夜中に NHK とかが戦争の世紀とかやったりするわけですよ。気持ち悪いと思うん、ね、だよね。あのー あのやっぱね、日本には日本の味方があるから、日本美意期の、もしくは、その、今までと同じように反戦思想のもとのみで作られる歴史観でしかないから、あれは。うーん、どうしようもないなって思うね。もう、もうちょっとフラットに語られる歴史とか、そういうのが全部消されてるから。なんだっけな何で聞いたんだっけなそう。 であの日本の歴史、まあ近代史とか、まあね、戦国時代とかあるけど、日本人が歴史で学ぶ日本の歴史っていうのは80%が江戸時代で、残りの20%が明治から平成っていう分量らしいんだ。おかしくないっていうさあの、一番学ばなければいけない近代史が、 あの、結局は教育として失われてんですよ。そんな失われてるところがさ、日大タックル問題だってったって、そらはしょうがないよねっていうさ。<laughs> あの、まあまあ僕もまだ勉強足りない人ですけど、その近代史の、特に日本の戦争問題とかに関しては、勉強が足りない人なんだけどさ、いえーって思うよね。で、俺は勉強してるっていう人は間違った歴史観で歴史見てたりもするしさ。 偏った歴史観ながらさ、あのね、右翼の人たちとかはもう本当にゴシップから何から全部都合のいい歴史だけどんどん勉強していくから、フラットなやつがないんですよ、基本的に。あまあそんなだからしょうがないかなと思ったりします。そういう人はもう麻薬もやるし、先生から言われたらタックルもするようなロボットみたいなやつだしさ、これはもうしょうがないよな、なんていうふうに思ったりします。 今日の雑談はなかなかか辛辣ですね。まあでもなんだろう。こんな雑談にもたまに文句とか言う人がいてね、そんなだ何にも影響力与えないんだからこれぐらい喋ってもいいじゃんと思うんだけど、思ったことも喋れなくなったらもうアウトだなとも思うんだけど。たまに思想が違うからとか、お前は間違ってるとか、お前はバカだとか言う人いるけどさ。 でも、その人たちはさ、代わりに、じゃあ、俺が覚え、俺が知ってる正しい歴史を教えてやるとか、いうことないんだよね。俺は勉強したからお前をバカにしていいっていうさ、あの、あなたが勉強した、そのね、インターネットで勉強したが本で勉強したが知らないけどさ、うん、買ってる本とかをさ、見せてくれたりとかさ、これ勉強して、これで勉強しなって貸してくれたりとかするんだったらまだわかるけどさ。 お前はバカだバカだっつってさあれ、あれ自体がまず、なんだろうな、その、なんだろうね、誰のためにもなってない勉強をしてさ、あとはまあゴシップを集めてさ、自分の信じる正義で作り上げた城でさ、ただただ偉くなってる人でさ、その、僕は間違ってんなと思うよ。どこで何を勉強したとかさ、 あのなんか普通に検索すれば勉強できるからそれでやれよっていうふうに言うじゃんあ,あの人たちはあ,のあれであの昔2チャンネルで言われた半年ロムレってやつですよあれは本当不親切だなって僕は思うもん、うん、自分が得た知識がどこで得,て得た知識でさそのこういうふうに思ってる集団の思想に私は 乗っかっかてますと私は右翼ですと、ネトウヨですっていうふうに、ちゃんと言っ,て言ってくれるんだったら僕もその、ああ、ネトウヨなんだっつって、ネトウヨが読むようなものはどんなのかなっつって調べるけどさ、そうじゃないんだ、彼らはあの。とにかく選ぶってさ、自分がどういう勉強をしたのかはひた隠しにしてさ、他人をバカラバカラって言うだけなんで、あの困っちゃうんだよなと思ってさ。 なんですぐ自分の弱点を晒すようなことだと思って隠すんだろうなと思ってさ、インターネットでどこ調べたって載ってるよってって、載ってねえから聞いてんだこっちはよっていうさ、あまあそういう不毛なのをさ、国内でやってるのもあればさ、ロシアとウクライナのさ、なんだろう、手も出せない戦争というかさ、それに対してもう日本はね、マスコミ含めて戦争は良くないですねっていう温度で接するしかない。 でたまにそういう中で、なんか日本の立ち位置はっきりさせなきゃってって、台湾に行って、いらねえ演説をしたりとか、<笑><笑>香港の雨傘運動どうなったんだよって話でよ。ね、あれやってる最中にコロナになったわけだけど、何にも変えられないやつらが、よく、まあ、こんなに気ケシャーシャートっていうのがあるねで。日本の税金で取ってきた金を外交にばっか落とすとかね。 あまあそうでもしなきゃ生き残れないってことで、それ、それでずっとやってきたんだろうけど、なんて教えもないな、なんていうふうに思いますね。うん。だからもうロシアとウクライナの戦争っていうのがさ、ずっと続いてる限りはさあ、続くことがもうみんな日常になっちゃうんですかね。俺ら関係ねえしっ、つって。勝手にユーラシア大陸でやってくださいっていうふうになってんすかね。 えー、でも、ほっとけないとか、見てらんないっつって、参戦すると貧乏くじを引くから、特に日本は。<laughs> <laughs> あなまあ、しょうがないよね。武器も持てないしさ、爆弾持てない国だからさ。もうね、意味がわからん。意味がわからんと思います。あまあ、そんなとこかな。 今日の雑談は、ああ、そうそう、あの、今日どうしても話したかったのは、今日朝からかき揚げが食べたくて。だけど、僕は今、脂っこいものが食べられないから、その野菜のかき揚げであろうがさ、その油で小麦で揚げたやつなんかもう食べれないんですよ。エビ天が食べたいなとかさ、イカ天が食べたいなって思うんだけどさ、あの なんだろういつも我慢してるの,その脂っこいものなんて食えないから毎日納豆とおひたしで暮らしてるの, <laughs> あのつまんねえ生きててつまんだお魚も高いしねいえお魚も高いしな、えー、何にも食えねえよと思ってさ年寄りだからしょうがないんだけどさ でも食べ物で困るわけ。でもたまにその発作的にこう、脂っこいもの食べたいってなるの。だから、1週間に1回お肉食べていい日ってってやってんだけど、月曜日はお肉食べていい日じゃないのね。だから、もう今日朝からもうずっと、かき揚げ丼か食べたいよっつって。<laughs> 僕、初めてかもしれない。ご飯が食べたくて、YouTube でかき揚げの作り方の動画を見て、 上をしのぐっていうのを初めてやりましたいやー油で上がってんのパチパチとか入れてがってんの見て美味しそうだけどこれ食べたら胃もたれするんだよなと思ってねまあ結局今日かき揚げも食べずにさあのほ本当今日はお昼とかそのねお蕎麦屋さんに入ってかき揚げ丼食べたいなとかとにかくかき揚げが食べたかったから あの <laughs>。いやあ、もうダメだねた。食べたら気持ち悪くなるの分かってんだけど、こんなに食べたくなるんだと思って。あーまあ、とにかく今日は我慢しました朝納豆ご飯食べて <laughs>、で、今帰ってきてから <laughs>、カッパエビセ食べて <laughs>、あれもうちょっとね、 あのー、油で揚げてんだっけフライパンでいってるんだっけカッパエビセンは。カッパエビセンで、あのー、その、お揚げの上を忍びましたね。はい、はい。ノンオイルの天ぷら油使ってもダメなのわかんない。ノンオイルは試したことがないからわかんないけど。そうね。あの、自分でかき揚げを揚げて作りたいわけじゃないから。あの どっかのお店屋さんで、そのね、僕、本当その天丼とか大好きだから、あそもそもその僕の一番世の中で好きな食べ物は春巻きだから、春巻きが好きなの、エビ春巻きも好きだし、生春巻きじゃないあ、あの油でカリッと揚げてるやつが好きで、あれ大好きなんだけど、 昔はそ,そういうのが大好物だったんだけど、今もう年を取っちゃって、油で揚げたやつが食べれなくなった。で、その定食屋さんとか、そのなんかどっかの,そのレストランとかで、かき揚げ丼が食べたいっていうふうに、ノンオイルでは絶対揚げてくれないと思うんだよ。<laughs> あの、ね、豚カツとかは、なんだっけ、ラードで揚げるんだっけ えー、そんな感じで脂っこければ濃いほどいいだろうっていうのが普通のお店屋さんで言うんだからノンオイルのやつはなんかノンオイルの,そのおかき揚げはさうヘルシーかもしれないんだけどさそれはある意味ビーガン食というかさ大豆で作ったお肉的なさあの大豆ミート的な 偽物感もちょっとあるかなと思って、しますね。僕が食べたいかき揚げは、もう本当にオーソドックスに油で揚げて、あの、お蕎麦のかき揚げ蕎麦だと、もうなんか油がこうね、ちっちゃい丸で浮いてさ、あはあ、ギトギトしてそうっていうさ、ギトギトしてそうだけど、そのつゆを飲むのがやめられないぐらいのやつが飲んで、飲みたいわけ。だけど、それを飲んじゃうと、もう胃が、 逆流するわけですよ <laughs> だからまあもう体悪くなるしなっていうので諦めるしかないもしくはそのお肉食べる日まで我慢してかき揚げを食べるしかないんだけどあまあとにかく今日は我慢しましたあーでも本当になんだろう今年一番我慢できないぐらいになんか食べちゃいけないものを食べて たくなった日でしただからちょうど日,日付的にもなんか天ぷらみたいなの食べたいんでしょう8月8月のお盆っていうとやっぱね親戚が集まってそのスイカと天ぷらの食べ合わせが悪いと言われながらも天ぷらも出てくるしスイカも出てくるし、えー、それで親戚同士がこう長い机をこうさ合わせてさあの お墓参りする前の日にみんなで宴会する、うん。それがやっぱ戻ってくるんだろうね。どっかでフラッシュバックして、あの頃のあれが食べたいっつって。その中で、えび天とかじゃなくて、かき揚げなんだなと思って。だごぼうと玉ねぎと人参が入ったあーかき揚げが食べたいんだね。ごぼうが入ってなきゃかき揚げじゃないと思うから。 だけど、普通に買うかき揚げにはごぼう入ってないんですよ。あのごぼう入りってやつ探さなきゃいけないし。うん、ないね。ないね。もうごぼうが入ってるからちょっと消化に良さそうみたいなのもあるんだけど。あ消化消化には良くないけど。ね。腸の働きを助けるから、ごぼうは。繊維質で。とかさ。 とかさちょっと今日は思います今日はとにかくかき揚げが食べたかったんだって話だけどどうしてもしたかったそんな日だった朝から朝からずっとかき揚げが食べたい <laughs> かき揚げが食べたいっつって今その話を思い出話にできるぐらいにはちょっとかき揚げのその食べたい度は下がったんだけどいやーすごいなと思ったねあのあその代わりね昨日からちょっと 昨日というか今年のブームは本当ずっと豆大福で豆大福があると買っちゃうっていう <laughs> 1個100円ぐらいで売ってるじゃん、ま、豆大福あれが美味しくてねなんか本当に今年の夏のおやつはそのアイスじゃないしさ水羊羹じゃなくてさ豆大福なんだよな豆大福美味しいなぁと思って あれコーヒーには合わないね <laughs> あの缶コーヒーと豆大福はすごい食い合わせが悪いと思いますけどなんでだろう同じ豆なのにとか思いましたけどまあやっぱお茶が合いますね豆大福豆大福が今年のブームなんだけどなぜかかき揚げが入りましたね この,この気持ちの強さはちょっと残しておきたかった。みんなが思ってる100倍僕は今日かき揚げが食べたかった。そういう、そういう日です。えー、というわけで、今日はもうかき揚げの話だけできれば満足だったので、うん、えー、これで終わろうかなと思います。あー、そうね。今日話そびれたけど u o ロボグレンダイザーのアニメーションの話とか、また今度しようかなと思います。 今日はもういっぱい話したんで、えー、次回にグレンダイザーの話はしようかなと思います。じゃあ、終わります。